クララ・イマーバールはユダヤ系のドイツ人科学者であり、同じ科学者であるフリッツ・ハーバーの最初の妻、ドイツのブレスラウに生まれた。父親は砂糖工場の経営者であるが、かつてはロベルト文前の下で科学を学んでいた。また、弟といとこも後に科学を専攻するようになる。クララは教員学校で学んだ。その時に行ったダンスパーティーで、 同じブレスラウ出身のフリッツ・ハーバーと出会った。この時、ハーバーとは結婚の約束までしたとの説と、そこまで深い関係ではなかったという説の両方がある。1897年からはブレスラウ大学で学び、科学を専攻した。そしてリヒャルとアベッグの指導を受け、1900年に博士号を取った。ブレスラウ大学では女性で、 初の博士号であった。1901年、フライブルクで開かれた学会にアベッグと共に参加した。そしてその会場でハーバーと再会を果たした。ハーバーはすぐに結婚の意思を告げた。クララは迷ったが、今までの研究と結婚生活を両立できるならと了承した。ハーバーはクララの両親宛に出した手紙に、 まるで夢の中の童話の王子と王女のようですと綴った。クララとハーバーは、当時ハーバーの研究室があったカールスルウエ大学の近くの別荘を借りて、新婚生活に入った。結婚生活は、初めのうちは順調であった。クララは結婚後も、旧姓を保持し、結婚後の2年間は家事の傍ら研究会や、セミナーに参加した。時には、 科学と料理法と家庭と題した連続講演も行った。結婚1年後には長男のヘルマンを生んだ。しかし当時の社会では女性が科学者として活動することは難しかった。クララは夫の仕事を助け、ハーバーは著書で妻の行為に感謝の意を示した。しかし逆にハーバーがクララの研究を手助けすることはなかった。クララは 妻としての役割を強いられたため、それが、自らの科学研究の妨げになった。こういった事情により、クララの科学者としての活動はほとんど失われた。クララは自分に新たに与えられた、このような主婦としての補助的な役割を不満に、思っており、恩師のアベックにも、現在の自分の状況を嘆く手紙を送った。さらに、夫との関係も悪化していった。クララは、 自分が持つ能力をできるだけ伸ばし、人間が到達し得る、最高の高みを経験できなければ、人生に意味はないという信念を持っており、家事についても完璧主義を貫こうとした。しかしハーバーは、自分の研究を優先させ、家庭を帰り見ることは、あまりなかった。ハーバーは突然、夜遅くに同僚を自宅に呼び寄せたりしたため、それが神経質なクララにとって、 ストレスとなった。ハーバーは、この時期、大気からアンモニアを合成するハーバーボッシュ法で名を挙げたが、それもクララにとっての心の慰めにはならなかった。手紙では、この8年間で、フリッツが得たものより私が失ったものの方が大きい、と記している。もともとクララは、社交的ではなく、塞ぎ込みがちになる性格であったこともあって、うつになっていった。 この時期のクララについて、知人は、目立たなくておとなしい、灰色のネズミに変わってしまったと証言している。第一次世界大戦の間、ハーバーは、ドイツ軍の忠実な働き手となり、化学兵器の開発において、重要な役割を担った。クララは、毒ガスの使用に反対で、そのことで夫と抗論することもあった。クララは、 毒ガス実験中に研究室内で爆発が起きた時にも立ち会っていたし、実験動物が苦しみながら死んでいくのも見ていたため、そのことも彼女の気持ちを毒ガス使用反対へと傾かせたのではないかと言われている。しかしハーバーは毒ガスの開発を止めることはなかった。ハーバーの努力は自身の監督の下とで1915年4月22日に実行された。 ベルギーのフランドルにおける最初のガス戦という結果を生んだ。この戦闘の後、ハーバーはベルリンの自宅に戻った。ハーバーが自宅に戻った少し後の5月2日、クララはハーバーの軍用ピストルを手に取り、庭に出て空に向けて一発目を撃ち、そして二発目は自分の胸を撃ち自殺した。ハーバーは睡眠薬を飲んでいたため銃声に気づかず、遺体は 息子のヘルマンによって発見された。死の翌朝、ハーバーはすぐに家を出て、ロシア軍への最初の毒ガス攻撃を行うため、東部戦線へと向かった。このハーバーの行動に対しては、冷酷だという意見がある一方で、ハーバーは、目の前の仕事に取り組むことでしか、クララの死によって受けた悲しみから逃れることは、できなかったと擁護する意見もある。 またハーバーは1917年にシャルロッテ・ナータンと再婚した。クララの遺体はダーレムに埋葬された。その後、ハーバーが遺書にクララと一緒に埋めてほしいと記したため、1937年、ヘルマンによって遺体はスイスのバーゼルに移され、ハーバーと一緒の墓に埋葬されている。1990年代、女性のための弔問会において、クララは、 第一次大戦での毒ガスの使用に抗議して自殺した科学者として取り上げられた。そしてこのことがきっかけで、クララの名は広く知られるようになり、ハーバーをはじめとする科学者の倫理問題も問われるようになった。しかし遺書が残っていないため、彼女の死についての全体像は明らかになっていない。また、他の動機についても考えられている。前述のように、 クララとハーバーの関係は良好でなく、クララは神経質な状態にあった。また、クララの妹や息子のヘルマンもやはり自殺により命を絶っており、遺伝的な要素も指摘されている。さらに、死の直前に、ハーバーは自宅でパーティーを開いており、そこには、後の妻となるシャルロッテも参加していた。クララは二人の関係を疑い、そのことについて、 ハーバーと口論になったとも伝えられており、そのことも自殺の動機の一つになったという見解も存在する。ありがとうございます。